こんにちは、アリスナインというバンドでギターやってますヒロトです。なぜか深夜さんのチャンネルで僕が喋り出してるんですけれども、今日はどうしてもですね、大先輩深夜さんに僕がお連れしたい散歩コースがあって、今日は渋谷にやってきております。ちょっと話し出しちゃうとですね、僕長くて止まんなくなっちゃうんで、深夜さんに来てもらいたい。あ、こんにちは、深夜です。よろしくお願いします。新しいパターンですね、はい、まさかのヒロトさんゲストから始まるっていう、これもうこのヒロトさん企画なんで今回。そういうことですね、はい、最近よくお会いさせていただいて、そうですね、ご一緒させていただいて、お礼にと言っちゃなんなんですけれども誕生日プレゼントということで、一緒に散歩したいな。はいはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、渋谷が散歩コースが、はい、散歩コースで、あのちょっとどっから説明していいか分かんないんですけど僕趣味がありまして、はい、音楽以外の、はい、暗渠っていう、はい、暗渠、はい、まあ、それを巡るのが趣味で、まあ、何かっていうと、はい、今ここはすごい重要な、はいはいはい、実はスタート地点で、これ川ですよね。川です、はい、ここ川、ね、渋谷リバーストリートって書いてあって、あ、本当だ本当だ、これが恵比寿の方からですね、ずっと逆ですね、あの恵比寿の方に流れてっている渋谷川って流れてます。はい、でこれはよく見ます、はい、今日はこの渋谷川、ここを開渠って言うんですけど、はい、開渠って開いてる渠です、ね、はい、この見えてる川です、はいはい、普通の川のことを開渠って言います目が怖い全然もう興味ゼロ大丈夫です、きっと今日一緒に歩った先には最後にはもうシアさんも、シアさんもハマってるアンカーになってる、アンカーって言うんですか。でここ開いてるんですけど、はい、でここからちょっと、はい、今日は川の上流の方へ歩ってきます、はい、あ、こっちに続いてるんですか。はい、こっちに暗渠を説明させていただくとですね、川の上だったり、かつて川だった場所のを蓋しているところ、隠れて、川が隠れている上のところを暗渠、川が隠れてる、そう、ここだからもう今よく感じてもらうと、川の振動がこうね、川、そこ川、あれ、あ、え、そう、川じゃない、あ、そうなんです。これちょっとこっちからいいですか？こっちからいいですか？あれ、これ橋と思ったら橋じゃなかった。橋じゃないですね。いや、橋なんです。え、橋だよ。これが。あ、橋だ。あ、稲荷橋。これ前からありますもんね。これもうずっと。そうですよね。もう昭和の時代からずっとあって、はい、再開発がされてもこれだけ残ってるんです。橋の欄干。確かにおかしい、これ橋がこんなとこある。そうなんです。確かに確かに。でですね、これ何が今僕こんな興奮してるかって、かつて川だったのに今はこう時代を経て形を変えてノスタルジックな形で残ってる、はい、でそして止まれって書いてあるんですけど、はい、これ橋なんですよ。そうですよね。そのまま使っていて、はい、でこの下を川が流れてるんですよ。はい、深夜さんロマンを感じませんか？うん、まだ響いてないな。まだ響いてない。ちょっと確かにこれ残す意味ないですもん、はい、だって。そう、本当は残す意味ないんですけど。ですよね。この辺にやっぱ江戸っ子というか、ね、日本人の心が。これなんですか？これ蓋取ったら川見えます。え？取れないですけど。取ったら見えるんです。取ったらもう下あるんです。いや取れ危ない。危ない。絶対ネジついてる。で取ろうとしてバコって言ったら逆に取れたらすごいですよ。でですね、ちょっとあれなんですけど、こういう蓋がされてたりする、はい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 、渠、暗渠を、はい、蓋暗渠って言います。へー。で、こう、専門家たちはですね、この蓋暗渠っていうのはまたこの味わい深くて、はい、それだけを目指していく人もいる。あ、じゃあこれ一部のマニアにはたまらない、たまらないこの感じ。たまらない空間なんですよ。そう、蓋。
ここ川感じてくださいずっと下あるんですもんね川下もう本屋さんなくなった。あ、本当だ。結構前下ああまずここの、246のこれ246です。もうよく通る、はい、あそこです。あのちょうどセブンイレブンの前のあの下をこう流れてるんですよ、はい、なんとですね地下に行きます。地下に行く。渋谷の渋谷の地下に、はい、で確かに渋谷って地下いっぱいあるのに川どうなってんの。そうなんです。いい質問をしてもらってくれました。さすがです。川なんてないよ。ないですよね。ないと思うじゃないですか。あるんです。え大好きな暗渠を大好きな深夜さんとまさか歩けるっていうこの。まあでもちょっとなんとかこう今日の終わりまでに深夜さんがちょっとの興味持つといいですよ ね、はい、ちょっとこの今のところあんま響いてないんで。マスクの下で口角ピクッと動いてもらえたらめちゃくちゃ楽しんでるかもしれないし、ちょっとまだ分かんないです、はい、階段で行ってもいいですかね。全然大丈夫です。もう、あ、すみません、もう一個下です。あ、紀ノ国屋だ。本当だ。本屋さん。いや違う、これ多分スーパー。そうこうしてるうちに、はい。あ、ピーポくんだ。いや違う、ややこしい、ややこしい。ややこしい。これじゃないですよね。これじゃない。ピーポくん来た。これじゃないです。目指してきたわけじゃない。今感動します。いや。今ですね。僕たちは。川の下にいます。え、そんなバカな信じてない今ピーポくんめっちゃテンション上がってたのに急にテンション落ちてるえ、川上なんですか。川今え川の今真下にいるんですよ。信也さんバカな。これです。え、これです。これとはこれってどれですか。このまあヘリがあって、はいはい、この看板の裏側の、はい、このコンクリートのブロック、はいはい、それここがなんとこのカルバートって言って、はい、川を通してる筒なんですよ。え、本当に あの辺ってことですか。あの辺もうここがあっちからこう来て、これ沿いにこう通ってるんですよ。これ穴開けたら水出てくるってこと。出てきますね。え本当にそんななんか簡単に分からないと思う。コツコツやったらその前に多分捕まりますよここ大昔からあった。このいやここは大昔じゃないですね。初めて来たわ。こんな初めて来ましたね。多分だからスクランブルスクエアとかと一緒にできた、うん、できてで川の下をその時掘ったってこと。そうそうです。川をこう残してで下をすごいな。すごいんですよ。いや渋谷って本当にすごいことをやってて、この川の下に来れるって昔ありえないじゃないですか、うん、それがあるのがドキドキしちゃう。ピーポくんあんなにテンション上がってたのにピーポくんにもう全部持ってかれる。もう完全負けてますよ。じゃあ先へ、先のスポットへ。でこの変わりゆく渋谷の景色を眺めながら。本当っすね。川は今どこにあるんですか。もうちょっと先です。あ、ここ、あ、ここなんか、ここ前あの駐輪場だったところなんですけど、そうですよね。ここ川っぽい。ここそうなんです。そうなんです。いやもうあれです。これ藤田さん、深夜さん、アンカーの才能めっちゃありますよ。これ才能あります。はい。もうさすがです。なんか川っぽい。あちらからあのあれスクランブルスクエアですね。はい。であのさっき下にいて、さっき下行きましたもんね。で、上がってきてカルバート暗渠を見て、はい、見てというか。拝んで、はい、地上出てこの下あれがまだずっと通ってるんですよ。あ、ここなんですね。ここまさしく。へえ。やっぱ川が下にあるから建物が建てれないんですか。そうです。もう才能ありますか。暗渠の実は好きじゃないですか。初めて聞きました。シヤさん好きなんですか。いやもう僕はもう今日お腹いっぱいですね。こんなに素早く暗渠を理解してくれる人ってなかなかいないんですよ。確かに。でも僕は分かんなかったです、うん、そんな一瞬では。そう、一瞬で。さっきからもう鋭いんですよ。すごい、確かにすごいですね、シアさん。暗渠協会入りますか。あるんですあるんですよ。あるんですね、はい、その昔江戸時代とかに城下町だったとことか、
その生活用水がちゃんと引かれていたような町が、まあその当時は下水浄水ないんで川の水でいろいろ生活をしてて、そこの川をでも今昭和40年代に東京だとその埋めたんですよね。でそこで埋めただけじゃなくて、そこを今この歩道、遊歩道として活用してるっていう、この日本人の知恵の結晶。なんで大体ですね、暗渠サインっていうのがあるんですけど、こうちょっと細めの道で、車の進入禁止になってる、こうポールとかが立ってる場所はこれほぼ暗渠と思ってもらってます。なぜなら蓋してるだけなんで、何トンの車通るとボコッと落ちるっていう。あ、本当にそういう理由なんですか。そうなんです。ちょっと響いてません？いや、ちょっと響きかけてます多分僕の予想ですけど、まだちょっと隠してますけど、はい、響いてるかもしれないです。まあ、ちなみにあの新谷さんもニル・アングレーのツアーで全国結構行かれると思うんですけど、はい、街中をこう今日この見てもらったポイントを押さえて歩ってると、うん、今まで何度も回ってた街が、うん、新しい景色を見せてくれます。今のは響かなかった。あと僕大体あのスマホにこの現代の Google マップとあの古い地図をアプリで入れてるんですよ。ホテル着いたらこの今どこかなって Google マップで見た後にその古地図を見ると、あ、ここ多分暗渠だ。で大体その水源みたいなものがあって、はいはい、公園、今公園になってる場所とか風水になってるとかが意外とそのもともと湧いてた場所を活用して公園にしてたりとかして、やばいっす、これは響いてない。ガン見してました。すご全然絶対思ってないじゃん。ツアー先ではそれ、はい、地図見て実際に歩くんですか。実際に歩く。暗渠を歩ってるとですね、ちょっとこの辺渋谷はさすがにいろいろなくなっちゃってるんですけど、あの特定のお店が目印になってて出てきたりするんですよ。なんだと思いますか。まあ、ヒントは、まあ、川だったんで昔は、水を使う業種。わかった。はい、コインランドリー。正解。本当に正解。すごい。今冗談で言ったんだけど。いやもうそれぐらいしかないですもん。もうあのこれは興味があろうがなかろうが、新谷さんはもう暗渠に通じてしまっている。関係あるのコインランドリー。そうなんです。もともと新谷さんすごいっすね。洗い場、昔はその洗濯機とかなかったんで、この川沿いに洗ったりして、それを預けて洗ってくれるサービスっていうのはあって、それがコインランドリーの元になってるって。そうなんですよ。何あの金の卵。あれ前からあるっす。何あれ。あれなんかあるんですよ。怖。はい、ここに到着です。はい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 。うわ、あれ、え、これ不思議なマーク。そう、これ山の姿です。そっち。ただの落書きですこれ多分。え、何これ。いやいや、山の線のりっす。何でもないのに、逆に反応しないで。逆に何ですかこれは。逆に、いや、このちょっと待ってください。見覚えありますよね、この感じ。え、あ、え、橋下橋。そうなんです。え、宮下橋、宮下公園の前に、はい、詰まるところですね。ここ橋なんですよ。え、橋だったんですよ。どこが橋？こう橋だったんですね。じゃあこう流れてるってこと？そうです。この見てください、このカーブ。つまりさっき歩いてきたとこからこう斜めに蛇行して、こう来てるんです。来てるんだ。で、まあここはさっきあの車通れないって言いましたけど、はい、ここなんですね。あ、ここなんです。ここが川なんだ。ここが川です。ああ、そうなんだ。あ、確かに。
こっから川が覗けるいやもうなんか、ね、なんかめっちゃ詰まってるまあ川沿いってやっぱそのあとさっき新谷さんがズバリ当ててくださったコインランドリーとかあと銭湯銭湯はいはいはい、はい、銭湯はほぼほぼ暗渠の裏っていうかそうなのにあるんですよ。じゃあどこに銭湯ある？ここはですね残念ながらですないんですけどランドリーはありますか？ここね渋谷ちょっとやっぱり厳しいですもんね。そこは、はい、そうなんですよ。いろんなお店がいろいろこの時代の、ね、流れに で、ねはい、でここから歩いていきます。皆さん深夜チャンネルご覧の皆さんディル・アン・グレイが川の上を歩いてます今回のこのロケのやりましょうってなったのってガクトさんミュージシャン会の。そうですね。そうですよね。もう本当つい最近のやつですよ。僕もツイート見ましたね。結構いろいろその時に深夜さんとゆっくりお話しさせていただいてた。いやでもベロベロだったから覚えてないかなベロベロだったんですか、はい、ベロベロでしたね。大変ヒロトさんその説は深夜さんも飲んでたんですか？深夜さんも一応飲んでました、ね、軽く。深夜さんも結構飲んでらっしゃったように感じたんですけど、深夜さん酔わないですもんね。酔わないね。本当に変わらなくて、でここでこう、はい、こう行きます。あ、こっちこう行きます。はい、こっちですね。ここです。もう車入っちゃダメよっていう。これ橋のこれはえすいません。これは橋の印？車止めです。これも全部そうです。みたいなでもちょっと僕でも知識な足りないかもしれないですね。これ 何かかもしれない。あるかもしれないですね。いや多分深夜さんが反応したってことは何かなんですか暗渠センサーが、はい、暗渠センサーなんか説明が本当だ。え次世代型ハイブリッド LED だって。そうなんですか。え、まあ、その多分作った当時じゃないですか。確かに確かにもう結構何年か経ってそう、はい。うわ昔ながらの八百屋だ。はい、でこれ八百屋とかも割とその暗渠沿いにありがち、ね。ああ。やっぱ野菜洗ったりとか。はいはい。完全じゃその名残ですね。あとあれですね、コインランドリー、銭湯、あと代表的なのが金魚屋さん。金魚屋さん。まあなかなか今現代ないんですけど、僕大好きなとこで。東京大学の近くのとこに金魚坂っていう坂があるんですよ、はい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 、そことか まさに暗渠ですね。川沿いでそこ金魚まだ売ってるんですか？金魚売ってるんですよ、でしかもカフェになってて、でそこすごいのがうわ行ってほしいなうわ行ってほしい行ってほしい。動画で行きますか？機会があれば行きます。絶対行かないやつだこの会社はそういうことで、そうそうそう、で間もなくあれどこだどこだ、あれ見失ったかもしれない。ここにあるはずなんですよね。なんかスポットが。ちょっと待ってください。あれ？あれじゃない、次世代の LED。 いや違う、多分結構前に来てるというわけで本日は暗渠巡りです。いやいやいや中途半端すぎるっすなんで勝手に終わってるっすどっか行っちゃった、どっか行っちゃったあ、どっか行っちゃった。あれ？もう阿部ちゃん興奮しすぎて一人でもう先走っていますうわ暗渠だ嬉しいあ、いた、戻ってきてる。すっごい探してますね。スイカゲームでもやろうかな一番暇な時にやるやつだよそれありました。すいません、ちょっと通り過ぎてました。あ、結構戻る。戻ってまで見るっていうことはよっぽどすごい何かがある。ギク。あ、ここの。え、やっぱりなんか
変わっちゃってる？ないっすか？あれ？これのことかな。いや違うっす。絶対違うっす。いや橋だから。あ、ここなんだよな。川じゃないこれ。この中。でもあっちって言ってました。でもなんかもう埋まってるっすやっぱり。案の定。これじゃない。これなんすか？お店の。シアさんすいません、発見しました。おただちょっと人が、あ、本当だ。あ、あ、分かった分かった、あれだあれだ、温電橋。温電橋、温電橋。わざわざなんかこうちょっと可愛らしい囲いつけちゃったりして、囲いつけてます、ね、本当だ。昭和30年だって12月に作られた。僕が8歳ぐらいの時だ。ええ絶対違いますね。ややこしいっす、嘘。でもきっとですね、きっと昔はこう LINE とかもね、携帯もない時代はそうですよね、こういうものを目印に、まあでもそうですね、集まってたり、はい、今日ちょっと温電橋のとこで待ち合わせねなんつってドキドキしやってきて告白したりしたりとか、宮下橋集合ねみたいな、温電橋で涙を流した人もきっといるかもしれない、いたり。目がもう。で、その恵比寿方面からはどこに行ってるんですか？最終的には、あの東京湾の方に、あっちの方に、品川の方を越えて、だいたいつながってるの、あの川が。ちょっと今僕自信ないっす。手してたら、これもじゃん。これもだ。はい。どこが橋？なんとこう、お、ここですね。あっちもある、あっちもある。かけて。近。へえ。ここの渋谷川にこうかかってここを渡るためですね。そういうことですよね。うん。あれが流れてるから。渋谷川の主。読んでる、読んでる、読んでるさん。この町は。この町は。人を呼んでる。この町は。愛を呼んでる。おお。この町は。言葉を呼んでる、この町は。川についてはないです。川についてはないですね。でも川があったからこの詩が多分生まれてる。そうなのかな。これちょっと自作のセラフの音楽に影響しちゃうんじゃないですか。うん、絶対しなさそう。今日はちょっとここまでで、結構来ちゃいましたもんね、はいはい、そうですよ、この深夜先輩を一駅歩かせてしまったんで。まあ前よくやってました。よくやってたんで。余裕ですね、全然。じゃあもう一個、はい、いっぱい歩ったんで、新谷さんとちょっと行きたいなと思う場所があって。新谷さん、クレープ作られてたじゃないですか。ああ、はいはいはい。クレープお好きなのかなと思って。うん。あの、この近くに、暗渠の近くにグルテンフリーのクレープ屋さんがあって、全然グルテンフリーじゃなくて大丈夫ですよ。あ、グルテンフリー気にしてるんですか？基本取らないように。小麦がですね、大好きすぎてちょっと食べすぎて食べれなくなっちゃった。あ、おそらく新谷さんは体強いとお聞きしたんで関係ないと思うんですけど。関係ない、本当に。好きなものを好きなだけ食べる、好きな時間に、はい、ストレスフリー、ストレスフリー、ただ、まあ、ストレスフリーのクレープください。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？きっとあの小麦にはない逆にもちもち感を味わえる。ああ、確かに。どうですか？気になる。まあ行ってみましょう。はい、一応。はい、これがクレープですか？これは一応クレープ。巻いて、あの毎週やってますから。米粉がなくてそば粉の。クレープ、そば粉、そば粉、つまりクレープじゃなくてガレットだったっていう。なるほど。はい、もうシャさん行きますか。これアイスが持って、アイス美味しそう。アイス美味しい、美味しい。いや、アイスじゃなくその生地の方なんですけど、アイスが美味しい。はい、どうするのかな。はい、今日は大先輩ディル・アングレー深夜さんのチャンネルにお邪魔させてもらいながら、ある種僕からのですね
誕生日プレゼントということで、暗渠散歩そしてクレープをご馳走いたします。もうここはちょっと僕が払うんで、はい、どうでしたか。いやもうすごい楽しくて美味しくて最高でしたこ僕はめげずに次はもうちょっとで興味持ってもらって暗渠ゲームまでたどり着けるようにちょっとまた再度ですね、はい、リベンジですかね。まあもうこれがもうすごい再生数いったらまた新屋さんの方からまたお願いする可能性があります。ちょっと別の場所の暗渠ぜひぜひ皆さんぜひワンクリックお願いします。お願いします、はい、ありがとうございました。